サムライピンク DB。 サムライピンク DB です。というわけで今回の企画なんですけども、なんで僕とチェルポンが2人なのかと言いますと、そうなんです、ヤッコネにドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、今日のドッキリなんですけども、こちらを使います。何ですか、はい、チョコレートでございます。こちらを使ってうんこを作っていきたいと思います。うんこ作って、ヤッコネの愛車にうんこを乗せたらどういう反応を取っていくのかっていうのを検証していきたいと思います。イエーイ。それじゃあ早速うんこを作っていきたいと思います。レッツうんこ。これでほんまうんこできるんかな。はって、でもそれっぽいもんはできるんじゃない、まあ、うんうんうん。ちなみにヤッコネの愛車って言ったけど、チャリって言ったっけ？チャリは言ってない。あ、チャリです。うんこどこにつける？チャリの。俺的にはサドルとグリップ。たくまさん的は？俺もサドルとかグリップ。やばすぎる。湯煎していきます。いい感じ。こちらに温めた。お湯があります。こちらに熱っ入れます。混ぜていきたいと思います。で、溶かしすぎたらあれやね、ちょっとあかん感じ、下痢みたいになっちゃうから。はい、うんこの素ができました。イエーイ。だいぶ頭悪い人やんな。ほんまにちょっとやりすぎたかな。ほんまでも多少はさ、柔らかいうちにさ、あ、固めて、固めて片栗粉入れるんやんな。片栗粉入れた方がいい？入れた方がそれっぽくね。あ、じゃあ入れる。片栗粉もちょっと下痢っぽくなっちゃったんで、片栗粉も入れていきたいと思います。この本ねっぷようでいいでしょ。やりすぎたかも。ちょっと冷やした方がいいかな。あ、シャバフクしすぎた。もうちょっと、もっと片栗粉入れてんちゃう？まあ熱いわ。なんか違う気がする。思ったのと違う。はい、ちょっといいこと考えた。氷とか入れたらさ、ちょっと固まる。水とさ、なんで水と油ってさ、正反対よね。ほらほら、ちょっと硬いね。いい感じ。ほらほらほら、元パティシエです。せやほら見て見て、ちょっと固まってきたよ。ほらほらほら、うんこ、うんこですね。これうんこじゃない？うんこ。あ、でも硬さ、あ、うんこや。はい、うんこです。あ、でもね、これね、片栗粉入れたから結構固まったかも。あー、ほんま。はい、うんこです。やば、やばいよな。うんこにしか見えへんくなってね。ちょっとほんのりあったかいね。それがやばい。はい、というわけで愛のこもったうんこができたので、こちらをヤッコネにプレゼントしに行きたいと思います。それじゃあヤッコネの元に向かいたいと思います。レッツダイベン。はい、というわけでヤッコネの家に来て、ヤッコネの愛車を回収することができました。早速このうんこを塗っていきたいと思います。イエーイ。いい感じになってる。はーい、塗っていきたいと思います。やば。じゃあ俺サドル置くから。じゃあ俺グリップ。うん、 OK。固まってる。そうやね。これさ、ちょっとさ、ちょっと、あ、こねくり回したら、こねくり回したら、うん、やばだね。じゃあ塗っていきたいと思います。どうですか、人の愛車にうんこ塗りたくる気分は。めちゃくちゃ爽快です。超得意だ。
あんまり握りすぎてもあるよな、うん、あ、これぐらいがいい、いいかも。あ、やばすぎます。あんまつけすぎてもあれかな。もったいないから全部つけよ。あ、ちなみにこちらのうんこは後で美味しくいただきますので。ワンラスうんこいきます。ワンラスうんこ最後ははい、カゴに入れちゃうパターンね。はい、なくなりました。ミッションコンプリートです。イエーイイエーイ。それじゃあヤルコエを呼び出していきたいと思います。なんて言って呼び出す。コンビニ行こう。もしもし、はい、ちょっとコンビニ行きたいから降りてきてくれへん？コンビニ？うん、もう下に着いててテルポ思うから。ごめんね、お待たせ。お待たせ。いいえ、全然大丈夫よ。ごめんね、ほんまに。ありがとう。ありがとう。はい、はいはい。おはよう。おはよう。最低。おはよう。おはよう。最低。おはよう。おはよう。最低。うんこやんか。何のうんこよ、もんで、これ。決まってきてん。誰のよ、二人で。アホちゃん。何これ、もうちょっと。どう？あ、よう触れんの。帰ってこい。どうせ粘土でしょ。分かってるわよ、それぐらい。粘土じゃないな。え、なにこれ、ほんまちょっとペロって。チョコレートやん。え、チョコレートで作ったあんたら。そう。え？だから何よ。暇なの。ねえ。え、もうほんま最低やんたら。え、なんなんこのうんこ。